無沙汰しております。ご無沙汰してますね。菊田さなえさんでございます。いやどうもよろしくお願いします。僕の動画には3回ぐらい出てますね、はい、あ、そんな出てますか、ね、あのタイの方にも出てくるんです。はい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 、はい、ちょっと前の動画見てない方はちょっとリンク、あのカード出てきますんで、ちょっとそこからありがとうございます、はい、チェックしてもらえればなと思います。はい、で今日はですね、はいはい、もうこの時点で分かっちゃうんですけど、はい、あの菊田さんのご自宅で料理を作ろうじゃないかと。そうで、今は緊急事態宣言が出てて、なかなかね外食がまだできない状況なので、でなんで菊田さん家なのかというと、菊田さんがね料理大好きらしいです、はい、そうですね、はい、このもうごつい体で、はい、こんな群れでね、おお、そうですね、やっぱりほら皆さんダイエットしたいっていう人多いから、はい、そうそう、もうまさにそう、はい、筋肉そのままでダイエットしたい、はい、またそういう料理もちょっと今日はねやろうかなと思ってます。なるほど、はい、ぜひご期待していただければ、ちょっと美味しいもの食べていただこうかなと思ってですね、私のスペシャル料理も用意してます。おだからまだね、具体的に聞いてないから、細かくはまだあんまり聞いてないんで、そうで、ね、はい、そうで結構あの、菊田さんの SNS とか、はい、昔の見ると、はい、いろんななんか有名人の方とか、はい、あの、なんだろう、結構業界問わず、そうですね、はいはいはい、いろんな方々が、はい、あの こちらのご自宅に来て、遊びにで、菊田さんが作った料理を振る舞ってるっていうね、はい、そうですね、まあ、簡単に言うとそうかもしれない、で、まあ、お互い独身というかいいですね、それ、まあ、ちょっとそれいいですよね。あ、そうですね、こっちはだからねこれちゃんと言ってもらってこれ危ないですからね、よく間違えられますけど、はい、僕も一時期噂があったから、ね、はい、全くこっちはありませんはい、ということでございまして、はい、最初は何を作りますか。あのですね、はい、ちょっとね、一番大変なことをやろうかなと思ってですね、はい、やっぱりエアフライのね、はい、とんかつをちょっとやりましょうかね、あ、早速とんかつ、はい、早速で、ちょっと仕込んでおきたいんですよ、でその間にまた鍋を作って、はい、最後ほら、ここ入れるだけなんで、はい、あ、なるほど、食べるタイミングでちょっといきなりね、とんかつの仕込みから入るという、さすがプロ格闘家、いやいやいやさすがなんかサラダとか、はい、なんかそうなのかなと思って、そうそう、サラダもね、はい、得意なんですけど、実は、はい、だけど今日ほら、鍋でね、はい、結構野菜入れるんでね、なるほど、あ、今日鍋なんですか。鍋なんです。そう、今知りました。そうか、言わなかったですかね今知りました。今日ね、相撲部屋のちゃん、はい、ちゃんこの伝統のですね、湯豆腐鍋っていうのがあるんですけど、湯豆腐も、まあ肉入ってますよね、はいはい、相撲部屋の秘伝の。そうなんです。それはいいんですか、見せちゃって。いいですし、はい、ちょっと私はね、ちょっとね、ひねり入れてですね、はい、さらにアレンジしてるんです、それに。え、はい、美味しく。マジっすか。なのでね、これをね、はい、どういうものなのか、おタレが言わないんで、はい、後で食べて当ててください。あ、これ何が入ってるのかって。はいはい。それちょっとね。なるほど。それ僕が一番弱いやつだ。だいたい8割ぐらい外すから。あ、そう。しかも店の、店でね。お店の人が見てる前で外すというね。え、それは、うん、レシピとかっていうのも、うん、いいんですか。あ、それはもうね、多分ね、はい、出てます。あ、あ、そうなんですか、はい、あ、でも嬉しいです。僕の視聴者さんはね、はい、今自粛でやっぱり、はいはいはい、自炊してる人もいるんで。そうですよね。じゃあこれを見れば、うん、秘伝の相撲部屋の秘伝のタレが、はい、誰でも自宅で作れる。作れます。おお、これは、はい、今までの僕のチャンネルにはなかった普通の料理研究家とかさ、はい、な方に教わるのかなと。まあ、プロ格闘家の方に教わるってまたいいじゃないですか、うん、そうそうそう、この僕のチャンネルは結構男臭いチャンネルなんで。そうですか。あ、そう、もういつも男ですか。女子っぽい感じするんですか。いや、全然しない。全然ないです。はい、そうですか、はい、ということで、多分ね、これ前触れだけでね、4分ぐらい。そうね、そうだ多分これずっと料理に始まらないから、これだと。さあ、行きますか、じゃあそしたらね、冷蔵庫の中がさ、いやいや、すごい、も食材の数がさ、そんなの。でもね、インスタントも結構多いですよ。あ、そうなんですか。でも調味料がね、かなり。これスライドすごいですよ、これ。でも、あ、こっち。パッときますね。三焼きもありますからね。すごいじゃないですか、調味料の数。ミニラーメン丼もありますからね。うわー、すごい。いろいろあります。お酒もね、ありまして。はい。まあ僕ね、一人だとこの油もね、取っちゃうんですけど。あ、いい、全然取れますね。でもね、いやいや、もうね、はい、いいです。あ、いいんですか。いいです、いいです。そうですね、僕結構油身大好きなんですけど。あ、そうなんですね。だから、もうね、全部取っちゃうんですよ。ただね、はい、今日は、はい、赤身って売ってないですよ、あんまり。あ、豚肉でも赤身だけなら、うん、大変なんですよね。あ、そうなんですよ。あんまりないと。まあでもどうだろうね、こんなもんかな。要はここにですね、はいはい、チーズを巻いてですね、くるくるしていきたいんですよね。でこれで何がね、ちょっとダイエットだってなっちゃうんですけど、はい、まあこれぐらいはね、はい、ただ僕ら一番気にしてるのは、はい、やっぱりね、油なんですよ。あ、そうですね。みんなね、炭水化物やるじゃないですか、はい、
あれ、油もかなり大事ですよ、トラメするのはね。これで今日はあのちょっと微妙な、こんな油ついちゃってますけど、はい、3枚でね。そうですね、はい、うん、3枚多いですかね。あ、でもいいんじゃないですか。ちょっと多いな。野郎のトンカツですね。まあ、そうですよね。2枚にしますか。どうしますかね。これでもチキンかな。ハミデスクだからな。うわ、これは、いやいや、こんな感じになってですね、はい、小麦粉をまぶして、これを卵をつける。これいいのかな、はい、もうこれね、あれですからね。あ、塩コショウとかすんの忘れちゃったな。で、これでね、あ、いいっすね。いいわけですよ、これで。いいなぁ。これでね、これだけでもなんか興奮するなぁ。いや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 、山口さん、早いっすね。え、早いっすね、はい、早いっすね。普段これやらないからさ。あ、こういうのやらない。やらないっすね。ちょっとここまで、だから本当はね、唐揚げとかだと簡単っすよ、皆さん。あ、本当ですか。でもこのまま巻いちゃうっていう。あ、そうですね。お、いいっすね。お、いいっすね。いいっすね。お、いいっすね。お、いい。で、こんな感じで、はい、こうまぶし、卵を絡めて、はい、絡めまして、あ、ま、結構大変だね。チキンと、うん、はい、青木さん、いい感じですね。楽しいなぁ。あ、ちょっと崩れてる。崩れた。あ、崩れたけど、ごまかす。一応、火が入りますもんね。あ、全然全然。大丈夫ですよ。熱がね、入りますんで。これでじゃあ、こっち、はい、これ見てください。これが吉田さんが作ったやつで、これ俺が作ったやつ。食材は余らせても大丈夫ですか。全然大丈夫です。あ、全く問題ないです。それがいいですよね。うち、うん、僕の場合あの、うん、余らせちゃうと嫌なんですよね。え、あの食材を余らすのは嫌だ、はい、はい、毎日いろんなの食べてるんで。ああ、もうその時限りなんだ。そうなんですよ。贅沢な贅沢ですね。そういうことじゃないですよ。あんまりその食べる家で食べる機会が、いや、でもいいですよね。今いろんなお店のテイクアウトグルメ紹介やってるんで。いやいや、だってほらたまに家でなんかほらライブとかやってる時に、はい、めっちゃいい肉買っていくじゃないですか。僕ですか。あれがいいですよね。とことんも高い、一番高いの買ってきたりですね。そうなんだ、そうなんだ。あれいいですね。僕は料理ができないんで、うん、食材費を高くしてごまかしてるだけ。これ何ですか。あ、いいですね。あれちょっと待って、あれだな。あ、やっぱりちょっと料理とは関係ないですけど、はい、やっぱり腕太いっすね。腕ですか。ちょっと、うわ。昔もっとでかかったんですよね。いや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 、コンパクトなんですね。すごいっす。でもこれに張ってるかもしれない。ご自宅にね、はい、トレーニングルームもありましたしね。そうです、はい、でもやっぱり食が大事ですか。食が大事ですね。体作り、うん、トレーニングはどっちかというとちょっとで大丈夫ですよ、うん、あ、そうなんです、ね、うん、でも定期的にちょっとやってます。食事はやっぱ大事だと思います。トレーニングも大事だけど、そうそう、それ以上に食の方が大事だと思います。ちょっとね、切れないぐらいがいいですよ。あ、それはなんかなんかね、うん、それはワッキー TV っぽいですね。今の発言は。もものが美味しいんで、鶏は買ったんですけど、ちょっと油取りますね、今日はね。どうせ取ってもね、はい、で僕もね、結構減量はしてきたんですけど、あれなんですよ、じゃあ今日は脂身は、まあ、豚だけですかね。そうです、なんていうのかな、そうですね。だこうやって皮をこう取っていく、そうですね、そういう作業もやっぱり体作りには大事なこと、ね、要するに、どんな、よくさ、胸肉がいいとか言うんですけど、いいですね、そうじゃなくて、何でも食べればいいんだけど、ちゃんと脂を取るっていうのが大事だと思いますね。そんなに神経質にならなくていいです、はいはいはい。胸なんか食べても美味しくないですからね。胸ばっかり。いやそうなんですよ。こういう作業がね。だから皮なしが、ね、今もう鍋に火が入ってて、はいはい、これもだから出汁が。すみません、これね、ちょっと今日ね、はい、鶏ガラを、はい、もうガラを、はい、出し取りました。ああ、もう先ガラからですね。あ、これはなんか助かりますね。で、通常はいらないです。あ、そうですか。昆布で、はい、湯豆腐なんで、はい、いらないんですけど。ちょっと今日うっすら味をつけたかったんで、ちょっと凝っちゃいましたね。やっぱせっかく来るのにね。せっかく来られるのにこんな普通のお湯じゃちょっと納得いかないですよ。いや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 。ちなみに、はいはい、ちなみに菊田さんあれなんですよ。はい、ワッキー TV、はい、時間の時見てくれてるんですよ。あ、見てますよ。ありがとうございます。もちろんです、もちろんですよ。いやもうね。もちろんです。食べてるだけのチャンネルありがとうございます。いや、すごいなと思って。何がすごいか。いや、なんであんなに、はい、あんなに店を行けるんだろうってちょっと本当にこう、なんだろうな、飲食店の撮影ですね、うん、あ、そうですね、なんですかね。僕年間で250店舗やってました、
飲食店ほぼ毎日撮影してて途切れないですね。途切れないですね。まあ今は自粛中でちょっと行けてないですけど、はいはい、いやでも前のね、ほんと前も言ったけど、はい、昔一人で大勝軒とかね、はい、やってた時のああいう動画、はいはいはい、ああいうのもね、やっぱいいですよ。あ、僕言ってましたね、昔のね、うん、はい、結構やっぱね、はい、いいですよね、はい、みんながね、ちょっと応援したいなって思うな。あ、なるほど。そうそう、今それがユッチになってるかもしれない。あ、そうかもしれないね。これはユッチのお宅訪問行ったら、家が何にもないんですよ。コメント欄がワッキーテーブル買ってあげてとかワッキーカーテン買ってあげてとかね。あ、そういう感じだったかね。ある意味なんか俺も パパみたいな感じだった。いやどうしようかな。でも豆腐は結構食べますか？食べないです。あ、食べないですか豆腐？食べないです。あのね、豆腐って、はい、作ったことあるんですよ僕も、好きだから。まあ大豆ですよね。大豆なんですけどね、はい、結構ほら水分出て、はい、おからの部分捨てるじゃないですか、はい、で、残った部分で固めるんですけど、はい、なんつうんだろうな、だいぶ捨てて水分を固めるから栄養どれぐらいあるのかなと思ってですね、ちょっと謎なんですよね。だからあんまり、そう、栄養的にあんまりそんなに、ね、豆を食べます、そのまま。やっぱ格闘家だから、はい、あれですよ、ちょっとやっぱり力つくものの。あ、まあそれはありますね。やっぱ植物と動物性は全然違うんで。そうですね、それはあるかもしれない。ああ、熱々し、いや、ちょっとこれ今日贅沢すぎるよ。これやばすぎますね。だってまだ何もやってないですよ。いや、だって現役の総合格闘家が直々に作ってるんだよ。これ鍋の名前は何でしたっけ。なんか名前これね、ちょっと本当湯豆腐なんですよね。ただ単に必殺技の名前とかつけない。必殺技なんか、ね、なんだろうね。なんかないですか。何がいいですか。ちょっと命名してくださいよ。ちょっと何がいいですかね。食べてじゃあその感想をね。何がいいんだろうな、これ。なんだろうな。通常減量する人は油揚げもやめてください。はい、なんだろうな、こんな感じですね。さあ、あ、大根出るの出した。いや、大根なんか名前つけたいですよね。なんとか、なんとかムーンプレスとか。ねえ、あ、これ待ってる。で、ちょっと今ね、10分ほど温めたんで、はい、でそろそろこれを使うんですよね。そうです、はい、で行きましょうか。今もあの温めが終わったと。はい、おで、これがね、はい、自分が作ったやつで、うまくいってくれよ、これ。ここに入れるんですね。はい、お、これは、あ、これは多分、これ僕が作ったやつ。いやー、すいません。いやいや、これこれは、ダメだな。大丈夫じゃないですかね。まあ、美味しければ OK ってことで。大丈夫じゃないですか。じゃあ、これで、はい、まあ、15分ぐらい。あ、これでもう終わりなんですか。終わりです。で、カラッと上がるんですか。カラッと上がるし、油もほら、洗う時も簡単なんですよ。へー。シューって流すだけなんで。そうなんですか。はい、これで OK です。これは便利だな。そうですね。すいません。おそらくうわ、ワッキーさんはどれだろうな。この2本だな、多分な。これめっちゃうまそうですね、うん、あ、いい香りするね、一応ね、うん、これはヘルシー、ヘルシーですね、いいですね。これまさに自粛期間中もいいですね。いや、いいです、いいです。油物とかも気にせずに、そうそう、何でもぶっ込めばいいんでね。で、僕たちレンジないんですよ。あ、確かに。電磁波をちょっと気にしてて。あ、電磁波を意識してるから置いてない、はい、なんかもう至りで尽くせりで、いやいやいや、結局菊田さんがいろいろ作っていただきまして、とんでもないです、とんでもないです。まずはちょっと乾杯ですか。あ、いいですね。そうですね。あら、もうなんかちょっとだいぶ新年経ちましたけど、はい、久しぶり、もう1年以上ぶりじゃないかな、多分。これ新年会ですか。新年ちょっとまあこじんまりしてますね。新年会ですけど、ちょっとまあこういう状況なんで。そうそうそう。じゃあ乾杯です。どうぞ。うもうよろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、うまいな、これ。レモンサワー、久々に飲みました。あ、うまっ。これ美味しいよね。あ、美味しい、美味しい。はい、ということで、じゃあ、はいはい、いろいろ鍋もあるんですけど、はい、まずなんか何を、いや、ちょっとまずね、これ、ちょっともう揚げたてで気になってんで、とんかつを、じゃあ揚げたてというか、焼きたてというかですね、うん、はい。ちょっと、いいですか。いいですよ、いいですよ。じゃあ、どうぞ。まあ、もうフリーダムですよね。どうぞ。フリーダムで。フリーダムで。いただきます。ん？お、カリッとしてるね。あ、つけな
きても美味しいですよ。いやいやいや、いや、うまいです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 。はい、じゃあさっき塩振ったの、うん、の当たりかもしれないですね、それが。いや、すごい味付けしたやつが。すんごいさっぱりしてるし。あ、これめちゃうま。油がないだけ。うん。すごい。これなんか僕の体も喜んでますね。いつもギドギドのを食べてるんで。わ、これは美味しい。チーズがとろけて。うん。うん。音がサクサクですね。うん、こういうの。はい。聞こえます。あげてるわ。うわ、これは美味しいわ。はい、あります。はい、これ、はい、いけますね。いけますね、これね、酒でね。うん、あ、こいいですか。いや、あの、うん、あのマシンですね。あのマシン、いいんですけど、はい、ちょっと邪魔なんで。あの今、一体型ありますから。あ、うん、で、意外と入んないですよ、中見てもらったら。まあ、ちょっとそうですよね。そうそうそう、あれであの値段出すにはちょっとコスパ悪い。いや、あれちなみにいくらぐらいしますか。あれはね、10万ぐらい。いや、しないで、もうあれ1万台ですよ。ああ、そうなんですか。2万もしないですよ、1万しちゃってんじゃん。の割には結構どでかい。そうなんだ。ジャイアンみたいな。やっぱね、外国製だから。あ、うん、その辺がね、ちょっと。でもなんか、結構あれですね、簡単にパッとできちゃうんですね。こういうできちゃいますね。ソースは、うん、あ、ソースはつけましょうかね。でも全然まんまで、本当に美味しいですね。ちょっとだけど、うん、とソースだけでちょっと、はいはい、うん、うん、まあ要は、うん、ソースもありですね。ありですね、うん、やっぱりほら油がないんでね、ちょっとこう旨味を、ほら、言うとほらチーズすごい、ほら、うん、それちょっとやばいですね、ちょっとこれ、ほらチーズがもうとろとろ、もうこれはやばい。でちょっとこれマスタードを、マスタードこれね、つけてソースと一緒に、うん、うん、うん、合いますね。合いますね、合いますね、うん、うん、なんかマスタードつけると、うん、ちょっとパンに挟んでもいいですね、これ。あ、合うかもしれない。ドッグ系の、うん、うん、ね、形状もちょうど、マスタードちょっと、あ、入ってください。あ、でも、はい、あります。はい、あ、これは美味しいわ。なんか、本当にとんかつの、うん、油がなくなったってだけの感じしますね。いや、もう体は優しいですからね。油いらないかなっていうね。うん、うん、あ、うん、うん、うん、いや、めちゃくちゃうまいです、うん、うまい。いい前菜で、これはいいわ、うん、これがあれですね、菊田さんの例の秘伝のタレですね、はい、この中身いろんなのが入ってるんですけど、これをちょっと食べてみて、何が入ってるのか、はい、うん、じゃあオープンでーす。おお、煮詰まりすぎちゃったね。いや、でも結構なんかさっぱりしてそうな、そうですね、感じですけど、うん、あ、ありがとうございます。あ、すごい、なんかもう鶏の出汁が香りますね。そうですね、あのタレが結構なんつうのかな、そうか、タレがちょっと濃いめだから、うん、濃いめなんでちょっと薄らしか味付けてないんですよ。鍋がちょっと薄味の、そうす、鶏ガラベースの。なんでこれは牛とかなんか入れちゃうと、うん、ちょっと味が邪魔しちゃっちゃうみたいで。あ、なるほど、はい、じゃあ牛さんちょっと、はい、先に。あ、いいですか、すみません。ちょっと、じゃあ一応湯豆腐っていう名前なんでね、一応豆腐と、うわ、あとね、相撲部屋やっぱ鶏肉ばっ多いんですね、四つ足をついちゃいけないっていう、うん。でこれちゃんこではないですよね。ちゃんこです。あ、一応ちゃんこなんですね。もう相撲部屋の力道山の時代からなんかやられてたみたいな、はい、そういう伝統のある。あ、そうなんですか。やつですよこれ、はい、力道山したらもう有名ですから、はい、もう、はい、いいよ、まあレジェンドというか。昔はほら縁起を担いでね、鳥ばっかだったっていう。いや、なんかすいません、やっていただいて。あ、いやいや、全然ないです。なんかもう今日至れり尽くせりで、もう本当に、うん、いや、全く、ワッキー何しに食べに行っただけじゃない。叩かれちゃいますよ、これだと。何から何まで。いやいや、どんでもない、どんでもない。あ、ありがとうございます、すいません。いいよ。なんかこのスープだけでもなんかね、美味しそうですね。ちょっとうっすらニンニクついてるんで、あ、すいません、ありがとうございます。じゃあこの豆腐と、まず鶏肉も、どこですか、鶏肉は。こっちから鶏肉は、そうですね、この辺に隠れてますね。ちょっとね、しょっぱいはしょっぱいんで、はい、まあこのタレを上からかけて、うん、でこう食べると、そうですね、ちょうどいいんじゃないかなと。でこの中身がね、いろんなのが入ってるんですけど、じゃあいただきます。おい、
あ、このタレはうまいわ。想像してましたからもうね。これご飯にかけるだけでも美味しいですよ。その通りなんですよ。これなおかずだわこれ。佃煮みたいなね、ちょっと、うん、ご飯に。ソースにもなるけど、おかずにもなるなこれ。うん、このタレ美味しい。うわ、いいですね。これは美味しい。ちょっとでも七味とかもいいかもしれないですね。うん、これに。うんうん。まず一つはもう完全にこれ海苔の佃煮で、はい、ああ、はい、海苔の佃煮、はい、海苔の佃煮もしくは青さ、ああ、あとカツオ結構入ってますねこれ。素晴らしい。うわ、ほら、全部当たってるんですか。今まあ二つ当たってます。全部というかまあ。いやーとかもうめちゃくちゃうまいっす。あ、よかったよ。めっちゃ大満足ですもん。マジこの時点で。え、しかもご飯もあったんですか。うわ、ありますよ。うわ、これはダメだ。両方いかないと。これはもう反則ですよ。ご飯とご飯、両用なんですよ。はい。今日はこれはあれだな。ご飯で。もう。いいですかね。わんぱく、わんぱく。こちら今パンを焼きまして、あのさっきのあれですよね。はい、あのフライヤーというかその。そうです、そうです。フライヤー焼きました。ここでもう、今回ね、カリッと。軽くだけ。これ、小麦の香りがいいですね。ね、すごくいいんですよ。で、白くないから、なんかね。はい。小麦のこういい感じので、あとこうみ、あとこれですよ、ご飯、はい、ご飯までありました。でしかもこれちょっと玄米が入ってます。これ大事ですか。大事ですね。大事ですか。普段はちょっと玄米なんですけど、ちょっと今日は混ぜて、はい、白米も混ぜていいですか。じゃあちょっとあ、ちょっとお取りして、よそい方もある。うーわ、これはうわ、ちょっと待って、でっかいでしょこれは。え、マジっすか。マジです、マジです、はい、うわ、これはやばい。もう骨ごとマッシュルームもいいやね、やっぱ出汁出てるんで。これはちょっとね、またあれ食いてえなってなる。さすがのいいコメント。早いですね、うん、コメントが素晴らしすぎですね、うん、うん、このマッシュルームもね結構ぶつ切りで入っててね、うん、うん、これはあれですね、よかったよ。ご飯も合うし、うん、パンもいいでしょうね。ちょっとね、そうそう、パン、うん、パンいきましょう、パン、うん、でパンもね、絶対合うと思う。若干ね、高級な味がするんですよ、やっぱこれ。家の味ではない、確かに高級な、はい、じゃあちょっと、わけさん、まずね、はいはい、パンが柔らかいパンと焼いたパン、はい、2種類用意しましたので、はい、まず柔らかいのからいきましょう。あ、ちょっと取ってる、そっち、はい、まず柔らかいのから。ちょっと待ってね、これこうなる。うわ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 、うん、あ、もうこんな、あ、じゃあスプーンですくって。いいですね。ちょっとこれなんか男臭いのがいいですね、これ。ビーフブレッドですよ、ビーフブレッド。ビーフブレッド、ええ、いい名前ですね。なんか技技の名前、技の名前ですね。これちょっとこのホロホロ肉つけてちょっと食べてください。あ、ちょっとマスタードもあるかもね。あー、いいですね、ね、確かにマスタードも、うん、ほらほら、ちょっとお、これで、すごいでしょこれ。ほら、いただきます。うん、うわ、一気にいきましたね。あのね、これはね、レストラン一緒か。さっきお店って言ってました、ね、英語にしただけ。これあれですね、はい、なんかもうほんといいとこのフレンチで出てきそうな。そうかもしれないですね、うん、ちょっと高級感ある感じ、うん、あ、パン美味しいですね。パン美味しいですよ、うん、これはね、焼いてないパン、今こと焼いたパンいきますよ、うん。あ、うん、もうこれもうですか。いや、ちょっとでも、いや、せっかく来たんですから、もうサービスがすごい。そんな、もう、一般ですから。もう目が出ちゃったな。じゃあ、今度は焼いたパンでいってください。はい、はい、はい、これ、まあ、それかな。はい、あ、まあ、かわいいけどね、焼いてるのも。パン、すごいな、これ。パンが美味しい。うん、パン、半熟ですよ、これ。そうですね、これ半熟です、うん、パンがちょっと、割とね、いい感じの素朴さがあるんですよ。で、これちょっと焼いた、ね、焼いたパンでね、ちょっと、あ、ちょっとね、このトマトが、これホールトマトかな。そうですね、うん、ちょっといい感じですね。これでちょっと、これちょっといっちゃう、ね、これいらないですね。うん、うん、また焼いてるやつもうまいですね。どっちがいいですかね、これね。カリカリでいいですか。でもどっちも僕は好きだな。うん、
あ、でもやっぱりこのご飯もカリカリも牛テールがもうちょっと突出してますよ、これは。マジっすか、嬉しいですね。これ家で作れるんですか、この。簡単ですよ、これ。ええー、めっちゃ簡単ですよ。正直、今のところもう絶対無理ですね。どう考えても作れないですよ、こんな。いや、脇さんでももう絶対それは簡単に作れるんで。ものすごいクオリティですよ、これ、うん。よかった、よかった。うん。やっぱり焼肉屋でね、余るわこれ、あのコムタンが来るじゃないですか。うんうんうん、やっぱね、うん、もっとこの肉を生かしたい、うまみを。うんうん、これね、うん、本当にトマトベースのこのスープにするとすごく美味しいですから。ちょっとこれ今日は何の日だ。これ何の日だって今日。そうですよね。じゃ新年会ってことだから、ね、ちょっと遅い新年会なんだけど。本当に。もう正直なね、はい、皆さんも嘘、はい、どうせ嘘だろってこう来てるから思ってる人もいると思うんですよ。めちゃくちゃうまかったですよ、めちゃくちゃ。本当ですか。まあ、まずあの牛テールに関しては、はい、もうちょっとあれは家庭の味ではないので、はい、もう反則技ですね。もうちょっと店なんですよ。ちょっと再現性難しいかなっていう。まああれちょっと番外編なんですけど、はい、やっぱ鍋がいいですね。ちょっとあの、ね、ヘルシー鶏ガラの薄味なんですけど、あのなんだっけ、秘伝のタレと合わせることで完 全、はい、完全体になる。そうですね、いう感じですよね、はい。あとあの意外とあれおっしゃったの、とんかつが。とんかつが、エアフライとんかつが。あの、キクタさんのね、今マネージャーさんもいらっしゃるんですけど、もう大絶賛してました。なんか、とんかつが一番うめいって。マジですか。言ってるじゃないのかっていうね。よく失礼ますね。聞いてます、聞いてます。ちゃんと覚えてますんで。はい、言うてるじゃない。ということで、はい、秘伝のタレのね、中身の概要ですか、はい、僕ちょっとね、2つ当たったんですけど、あと見事に全部外しました。卵黄が分かんなかった、うん、なのでね、ちょっと、まあ、せっかくですから、うん、まあ、罰ゲーム兼せっかくですから、あの、まあ、プロのね、格闘家ですから、ちょっと胴締めというか、このスリーパーホールドどんだけ苦しいのか、ちょっと今からトレーニングルームで受けていきたいと思います。トレーニングルームがあるっていうのがまたすごいじゃないですか。そうですね、自宅に。もう商売ですからね、もう20年ぐらいずっとこういう感じでやってますから、はい、で、あれですか、ちょっとトレーニングルームいいですか。あ、いいですよ。ちょっと見せていただいても、はい、じゃあちょっと古いちょっと、はい、機材ですが、これはすごいですよ、古いですよ。いやこれ本当20年の使ってるんで、いやもう年季が入ってるじゃないですか。すごい。で、ランニングマシンもね、あったんですけど。あ、ランニングマシンも前あったんですか。前あったんです。すごい前あったんです。すごい、これベンチプレスもできるし。そうですね、これいいっすよね、懸垂。そうですね、懸垂と、あとあのここにこうやって足を、そうそうそう、あ、そう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 。いい感じですね。あと、あとこれ掴んでなんかワイパーみたいな。そう、あれちょっと腹筋が苦しいんで無理なんですけど、はいはい、いやすごいですね。ね、でもある意味でもこのトレーニングルームでそこドア閉められて、うん、首絞められたら多分もう僕は現世には戻ってこれません。はい、チョークはでも想像つけますよね。首絞められるわけだから、やられたことないですか、今まで。今までないですね。ない、はい、ないんじゃないですか。ないのか。ないんですよ。だいたいかけるときって、普通はこう首開いてないんですよ、はい、ちょっとなんかあの手を置かれるのも怖いですね。なんか怖いですね。そう、はい、首開いてないです。みんなちょっと首こう閉じるんですよね、こうやってね。あ、こうやって、はい、はい、で、ここを閉まんなくさせるんだけど、はい、そこをこう、はい、持っといてください。はい、そこをグイッと開いてですね、はい、で、こっから萩さん、早い。今の嘘じゃないですか。萩さん、タップするの早いです。ちょっとカメラよ。いやいや、違う違う、今ちょっとね、あの、頸動脈入った。今の早かったですか。いや、頸動脈入ってる。本当ですか。あ、本当、本当。めちゃめちゃ早かったですよ。え、これ息できる、止まりました。今息止まると思います。止まります。ここからもうこことかこことかいっぺんに締めてる、はい、そうですよ。孫を引いてても結構無駄ですけど。いや、結構今すげえ痛かった。頸動脈が痛かった今。やめどころが分かってるんですね。まあそうですね。あ、じゃあお願いします。すごいですね。お菓子でもお願いしますよ。この体勢でお願いしますとか、まあ、肩揉んでもらいたいわ。この辺とかこことか、はい、苦しくするためにこうちょっと 滑りながらね。あ、なるほどなるほど。そうですね、滑りながら、はい、滑りながら、はい、あ、もう顔が行きますよ。帰るぞ。あ、もう痛い、もう痛い、もう痛い。
ないです。やっちゃあれ今日こんな日だったっけ。あれ俺から言ったんだっけ。あきさんからです。まあ、ちょうどあの上に部屋もあるんでね。寝るぞ今日も寝よ、寝て帰るわ。朝よろしく、現場よろしく。やばいです、もうそうじゃない、頼むわ。俺とってた。